はい、1番強い商品作り、1位の商品作り、経営では主役その1、経営の主役は皆さん商品ですね。商品によって後工程がずらっと決まります。後工程が、製造業だったらやっぱり設備がいる、生産手段がいりますね。先ほどのコンクリート日製品なんて言いましたけど、広い土地がいりますよ。そりゃまあ皆さんも野球場ぐらいの皆さんに広い土地がいります、コンクリート日製品。社長の性格、過去の経験、自社の経営規模、競争相手との力関係の4つを考えた上でどれで勝負するかというのを決めてた。で、経営規模が小さくなればなるほど社長の性格というのが出てくるんです。もろにですね。だからその商品が自分が好きかどうか、この性格というのを左にちょっと書いていただいて、ね、好きかどうかというの、好きか嫌いか、その商品が好きかどうか、趣味と変わらないぐらい好きで日曜祭日でもやれるかどうかというとね、ですから先ほど最初に言いましたそのユダヤ教、ユダヤ人には研究者が一番高く評価される。それから長い間でなんかずっとこうじっくり勉強やってきたようなものがその社長の性格に合ってるんです。今までその本でどういうものを若い頃ね、20代30代の前半どんな本を買ってましたかというのは大体その人の好きな性格です。でそれが性格に合ってるんですね。で私は先ほど言いましたように国語英語がもう語学が全然ダメでしたけど理科が大好き、やっぱ理科の先生でもなりたいなと思っとったね。実験なんか大好きで、で勉強やってたんで、だから物理はもうプラス1番、1年生の時に2年生の人の教科書もらって、2年の時3年生の教科書もらって勉強するから、もうパッとやいけるわけですね。もう大好き、だから簡単簡単ですね。ラジオを組み立ててやってましたから、もう最後は白黒テレビでしたけどね、部品自分で組み立てて、9時から組み立てて夕方5時移っちゃったからね、自分でこうハンダ付けしてね、300何十あった部品が、で組み立てて、それが自分の性格。だからランチェスター法則が電気の公式と同じなんですよ。だから気に入ってるんですね。やっております。なんか自分の性格と欲が深い中性格は別ですけどね、なんか若い頃からずっとやってたらそれがその人の性格というのは、結局ね、時間を超越するものがないと人に抜きんでたものはできないということです。そう簡単にね、狭い日本に敵だらけです。それはもう日曜日でも正月でもね、盆でも正月でもやるような時間費やしてでも別になんてことはないと、負担感ないプレッシャーありませんちゅうものじゃないと、そう簡単にね、その抜きんでた技はできないじゃないですかね。それでランチェスター法則が電気の法則、ランチェスター先生がディクタフォンについてラジオ会社作って売っていたの。おお、ラジオ作ってた。それでバーミンガムという科学博物館にですね、行きまして、ちょうど4時頃行ったの、遅くギリギリ4時半にも閉まるわけ、博物館で、ギリギリにこうタクシーで行って、ランチェスター先生が作った電気自動車があるからそれ見に行った。ちょうどシートがかかってですね、今室内が工事中だからまあちょっと見られんけど、まあ、見るなら見ていいよってこうシートはぐって見てですね、それで2階に行きましたらずっとこう展示品がありまして、スピーカーズコーナーっていうのがあって、最初にできたスピーカー、その次これ、その次これっていうのザーッとね、これの4分の1ぐらいの部屋にスピーカーがザーッとありまして、そのボタンを押すとこれが最初のスピーカーとこうあるわけですね。で向こうにあったんですけど、小学生 4,5 年生の子供が2人バーッと上がってきてですね、小学生ただのもんだからバーッと上がってきて、ボタンをバン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 って痛さしてるんですよ。ボタンランチェスターって聞こえたような気がした。ちょっと嫁さん今なんかランチェスターみたいに言ったような気がするな、まさかちゅうけど、子供が行けなくなって
押していったら一番最後のやつがランチェスター先生のスピーカーだった。誰もいなかったら盗んで帰ろうと思ったけどちゃんと取れて、でランチェスター先生のやつで押したらベートーベンの第5番が出てきたね。じゃ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 ん、おお、もういっぱいいっぱいまでそこで聴くその音楽ね。ランチェスター先生が、はあ、お導きくださったとかですね。こうなるとちょっと怪しくなりますけどねここで法則発表日が10月2日私の誕生日だから、もうここで来たらもう神がかってくるんですね。舞い上がってるからですね、何も疑わないと、こういうことですね。そういうことで、まあ、5回なんで墓参り行くんですかなんて言われるね。なんかそういったのが一致してる。なんか社長の性格と過去の経験、なんか M&A でちょっと儲かりそうだからって絶対手出したらダメですからね、それが好きですかと、その商品が。よく夢で見るぐらいじゃないとね、そう簡単に勝てるわけありませんよ。敵だらけですから、あの狭い日本でも。しかもインターネットの発達でやっとることすぐバレるでしょ。ホームページに書いたらもう次の日バレてます、敵にね。だから新製品開発するまで売るまで出したらダメですよ。ブログもダメですよ、こっそりね。早く出すぎたら敵用意してるからね。